BTU アニメラボー、よいしょー。はい、バットモン会です。小林裕樹です。ゼブレインガツイでーす。バットモン山下です。お願いします。お願いします。ピックアップガールズ新章の感想を話していきたいと思います。はい。今週はいろいろあったけど、まあ、最終的にライブ頑張るぞっていう話でしたね。そうですね。まず何から話していこうかな。なんかもうマユシーのあのスキャンダルとかもすげえ適当に終わっちゃったし、うん、そうだね。何なんて言われ、いるってね。あのくらいだったらいらねえだろ。うん、あれいる？そうそう。あそこに割く時間あった？ね。本当だよ。うん、まあ一番のあれはまあしほっちかな。まあまあまあね、うん、そうね。しほっちがアイワンを辞めてしまったことかな、うん、まあ、まあ、まあそうね。しほっちにとってアイワンであることっていう千年が誇りみたいなところだったのに、まあ、まあ博多に行ったりとかして博多の子たちと会ってしほっちもちょっと考え方が変わったりとかしてって今回そういう決断に至ったんですけれども、うん、あのしほっちがネクストストームのことをそんなにまで思ってっていうのがね、私は感慨深かったんですけれども、うん、やめるか、うん、しほっち、うん、そしてモカは相変わらずモカだな嫌いだな、あそこまでブレなかったですよね。あそこまでブレなかったらちょっとホッとする、ホッとするよ、やっぱモカだなっていう、ね、悪役ってさらなんかあのキャラつらなきゃやがったな、小物感あるからなーって、まあああいう子いるよなーっていうのも分かるけどな、憎まれ口しか叩けねえからな、そう変な、そうなんだよ、地味めの野心、ね、あの中での野心なんだよな、あの野心は、そうなんだよ、広くは見ないんだよ、中の上、中でトップ取ろうとするからな、いやしほっちやめると思わなかったなー、うん、ちゃんとまたね、でも、よかったそこは、まあでもそう、よかったねっていうのぐらいかな、まあ、名前ごとくれてやるって結構優しいんじゃねって一瞬思っちゃった。白木さんは結局優しいんだよ。まあ、そうだよね。素地には通ったことはあったってんだよね。そう、優しいの。言い方が厳しいだけで、やってることはちゃんとしてんだよなって。もう、あれなだけでね。まあね。だってネクストストームの名前も使えないし、ネクストストームの楽曲も全部使えないよっていう。そうはね。名前ごとくれて、やっぱ名前くれたんだって思ってたね。白木さんは優しいのよ。結果何がやりたいの？まあでも彼はアイドルは大好き。本当に純粋にアイドルが大好きな人ではあるよね。いや、そうなのよ、秋元康だからさ、寺木さんって、はいはい、イメージでなんかそう、うん、いや、イメージでっていうか、まあ完全にそうなんだけど、だからもともとそのワグの社長が昔、うん、まあ、おにゃんこクラブだったみたいなもんなのよ、うん、それを作ったのが白木さん、うん、だから、まあ社長と白木さんはあのコネを持ってるんだけど、連絡を取るね、だから今回会うよみたいな感じでね、話聞いてあげたりとかしてたけど、まああのスキャンダルはマジでいらなかったけど、何だったんだろうな、あれ、ただ気のせいじゃなかった、なんか太田のかっこよさを見せるためだけの本当にかっこいいセリフ言わせるシーンを作るため、うん、2チャンネルでカタカタやってそれを分かんないけどね、マジでいらないなと思いながら、うん、まあまあその仙台空港跡地で最後ライブをするっていうことになりましたけれども、うん、まああのね、なんか最後の方まで見てきて思ったのは、うん、あのストーカーの3人いるじゃない、うん、ちょっともうちょいいいかな、ストーカーの女子中学生の3人、うん、ストーカーガールズ、ストーカーガールズ、もうちょい名前、ちょっとみんなとの認識が違うかもしれないけど、名前も、名前もちゃんとあるんで、ガールズストーカーじゃない、ストーカーのストーカーみたいなやつ、略して略してストーカーにはならない、ならない、ならない、長いよ、なんかですね、あのストーカーの子たちは、はいはい、まああの太田たちの化身なんだろうなって、が生み出した、応援するために可愛い女の子を生み出して支えるやつ、え、だって最後の最後まであんなチケット返金しないぞってベリベリってやっうん、ああいう風にまでして出す太田をバスツアーに出さなかったことは私は相当恨んでいるから、そうだね、まあ、あれは多分あのストガにあの変身して行ったのかなっていうね、そう、じゃあ着ぐるみ入ってて、着ぐるみの中に女の子いて、女の子の中に精神体の意識はねもうあれは入れ子構造がすごすぎる、そう言われたらちょっと好きになってくるな、ストガね、女のね、女なんだよ、ね、ストガは、うん、そういうとちょっと愛せるな、ちょっとね、ちょっと愛着湧いてくるでしょ、うん、あの草むしりすんのになんであんな可愛げなコート着てくるんだとか言ってたりとかたくさんあるじゃないですか、ストガに関しては、うん、
どか、そうだね、いつもジャージ着てるくせになんで草むしりの時あんなコート着てくるんだっていう絶対スカートだったしっていうのさ腹立つじゃない、そこはもう大人でもなんでやれば大人もう多分おしゃれしたかったのかな、今じゃねえよ、もっと許せるわ、大人だと思えば、そうだね、柔らかく、女の子に慣れてないから女の子であることですね、なんだ大人だと許せるってーー、いやその言葉で俺はちょっと救われたもん今、ねえ、とんでもねえ理論で、執念が生んだ化身、化身ストガー、怖いな、無のものなんだと、そう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 、情念だけで動いてるものなんだ、いやいやでも本当に、はい、そうだん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 ライブシーンがちょっとずつまあまあよく、うん、よくはないけど、ライブシーンなんかなかったでしょオープニングで真横にスライドしてたな、ないでしょ、最初にキャラが真横にスライドしてた、ライブシーンって言わないでしょ、面白い、曲に合わせて何かを動かしていたシーンが、うん、ちょっとずつライブシーンに近づいていったのが、近づいていった、あ、そうなんだよ、だから問題はそこよ、最終回でライブシーンが見れるのか見れないのかっていう、それはそうね、前回からちょっとどうなのって心配してましたからね、いやだから僕はまあ昔のそのウェイクアップガールズの感想の時もちょっと言ったんですけど、うん、やっぱりアイドルアニメであるからにはライブシーンをちゃんとやってほしいっていうのがあって、ね、たださあ前のウェイクアップガールズって別にそこまあそこも大事だけどそこだけじゃないじゃんって結論になったわけよ、やっぱりだから多少まあ作画崩れても別にそれよりちゃんと大切なことが描かれてウェイクアップガールズを伝えたから、愛を感じたじゃない、うん、頑張って手で描くぞみたいな、ね、執念みたいなさ、うん、前回のあった、ね、だから今回はどうなるのかなと思ってたらまあ、ちょっとずつ 3D ソフトの使い方が上手くなってきたのかな、褒め方の角度にエッジ効きすぎだよ、いや違うんですよ、最終回はあのキラキラとぐるぐる回すのでごまかしてほしくない、いやほんとそう、ね、キューティーハニーの変身シーンみたいな、だからセブンスセンスか新曲のどちらかせめて1曲でいいからちゃんと全部動かしたのをやってほしい、まあ、いや広かったね、いや広かったですね、内緒内緒はい、まあでもまああのスタジオはさ今まで5分アニメ定休しか作ってなかったからさ、いいじゃんもう定休作ったらどうか、定休目線で言うから今のような言葉で選べるわけだな、比べたらよくソフト選んだまだならあれだよ、多分3分以上のアニメ作れないのよあそこは時給力だよ、いやだって宝石の国だってちゃんとアニメ作ったの初めてだって言ってるのに走ってるとこすごかったと思う、めちゃめちゃすごかったから幼女戦記だって初めて作ったのワーグより走ってたと思うよ、めちゃめちゃ走ってる、経験者じゃねえかよく言えばそうよ、タンクリ選手があったら映画版にも関わったよ、ミルパンセはマグノいやだからまあね、あのストガの子たちは動かさなくてもいい、言いなれるな、ストガに言いなれるな、一回出ちゃったら、あ、じゃなくてストガに合ってたんだよ、ストガはもうキラキラとかぐるぐるでごまかしていい、もうスライドするのでごまかしていい、面白すぎるんだろ、そうだけど、すっごい引きとかねたまにあるすっごい引きちょっと横に動いてるだけで踊ってる見えるやつ、せめて最後ぐらいはライブシーンをちゃんとやってほしいのと、あのなんかみんなであのクリスマスイブにライブするの盛り上げようみたいな結果ちょっとよくわからないっていうあれ何？あれ誰か分かる人説明して。あれは、あれはアイドルがいろんなとこでライブをするよっていう企画だったんだろうけど、報道みたいなね。それに対して何かの、そう、なんか何かあったのかどうかは謎だけど、うん、最終的に早坂さんがなんとか意味がある企画にしてくれたからよかったじゃんっていうこと。いいね、分かんないよ俺にはもう。まあ、早坂さんが無理やり落ち着きやがったなと思って、割と 無関係な早坂さんが何とか意味のある企画そして成立してくれたのだったじゃん、風呂敷の畳み方がぐちゃぐちゃだけど縛り目だけちゃんとしようとした感じの、そうだね、まあ、早坂さんは結局ワグちゃんに優しいっていうところがあるから、そうだね、うん、まあ生き山だからね、まあなあ、そうだなあ、まあ自分でやって自分で何かいい感じのいい感じのあれ、せめて動かしてほしい、最終回は、うん、それはね、あそこ、うん、その希望で見てほら見てほらって気持ちになるっていうのがね、本当に楽しみですね、はい、楽しみですねって右上見ながら言うのよ、楽しみですねそうですねってなっちゃうからこっちもそうっすねって、うん、
いやでもあれは最後早坂さんも言ったけどさ、クソみたいなさ、そのなんかまだまだダメダメなアイドルがさ、時としてさ思った以上のさ輝きを見せてくれるから、やっぱアイドルって楽しいみたいなとこ言ったじゃないですか。どうでもクソみたいなアニメを作ってしまったミルパンツさんもさ、もしかしたら今後すごいアニメを作ってくれるかもしれないじゃないですか。時折見せてくれる。だからちゃんとウェイクアップガールズの最終回楽しみですね。小林さん真実を話してくれる。ウェイクアップガールズの最終回ではきっとさ、その奇跡のようないいライブがきっと描かれるんだと思う。そうであってほしい。最終回はすごいいいです。なぜストガの子たちもここまで引っ張ったのか。そう。やっぱそれはちょっと裏があるわけだよね。そうね。もっと早くやるべきだよねって。それはそうでしょ。まあ、うん、まあ。それがこの先の展開分かってくるんじゃないですかね、小林さんね。そうですかね。うん、そう。そうですよね、小林さん。そうだね。ちょっと人をなんか、時を司る番人みたいな感じでやっていいですか。俺にはちょっと今、ガード力が下がってきてるんで、ここに。我々、現実を突き詰めてほしいんですけど。そこまでさ、VR アイドル今回初めて出てきたじゃないですか、そのチャートライブシーンが。やっぱさ、VR アイドルあの感じさ、マクロスのさ、あのライブみたいなさ、バーってすごい演出がきっと今後なされるんだと思うんですよ。楽しみですね。V ドルがさ、全国各地でライブするみたいなクリスマスイブにみたいなさ、客が来るかっつーの。そんな V ドル流行ってねえだろっていうさ、まあ、現実で言えばね、現実でも発注世界では発注世界では流行ってるらしいんだよ。いや、そうでもないでしょ。発注世界では流行ってる限り、急に流行ったんだろうね。もう縦に伸びたんだろうね。そうそう、ビットコインみたいな、ね、だってデビュー間もなかったでしょ、あの世界でも。そうすごいのよ、割とさ急にライブ発表したからさ、そんなに期間なかったのにちゃんとチケット売れたんですよ。そう、よかった。そうね、いやそうだよ。もうせめてライブシーン最後だけは頼むよ。そうね、セブンスセンスか新曲頼んだよ、うん、マジで、うん、お願いします。マジで新章を作った意味を見せて。そうだね、本当に何だったんだよ。ここまで来たから言うけど、そうだよ、何だったんだろうなっちゃう。これは最後の追いかける葉っぱ。ああ、うん、気をつけたよ今のダメで。分かってんな。いや、いいね。でも、もういい、いいんじゃないですか。もういい、やっぱたことない。ないよ、ないよ、もう。じゃあというわけで、以上ウェイクアップガールズ一緒の加藤でした。最終回頼むぞ、バイバイ。